とあるプログラミングコンテストの7分の5を3分で解説するぜ。問題 A。太郎くんは、毎日 B 時に寝て、C 時に起きる。彼が A 時に起きているか判定しろ。0時過ぎに寝ることも？ある。3つの時刻は全て異なる。0時をまたぐかどうかでかなり違うから、まずそれで分けるよ。2ケースに分ければ1つ1つは大したことないね。コードは説明欄にあるぜ、C++ のもな。問題 B。整数部分が2桁以下で、小数部分が3桁の小数が入力される。末尾の0を全て消して出力しろ。小数部分が完全に消えた場合は点も消せ。文字列として受け取って、最後の文字が0だったら消すのを繰り返せばいいね。実は C++ なら入力を数値としてそのまま出力すればいいぜ。え、何それ？ Python だと整数の時点0がついちゃう。この問題は特殊で、普通は小数の出力形式は問われないから、細かい仕様を覚える必要はないと思うぜ。問題 C。長さ N の数列 A と、整数 K がある。長さ N の数列であって、各要素が A の同じ位置の要素以下の正の整数であり、要素の和が K の倍数であるようなものを、辞書順に全て出力しろ。N は8以下、各要素は5以下。ってことは、倍数の話を抜きにしても候補は少ないね。というわけで倍数の話は無視して全部列挙して、後で選別するよ。再帰関数で列挙すれば自然と辞書順になるな。問題で、湖の周りに N 箇所の休憩所がある。隣り合う休憩所の間の距離が与えられる。ある休憩所から別の休憩所まで時計回りに測った距離を考える。整数 K も与えられるので、距離が K の倍数であるような始点と終点の選び方を数えろ。N は最大20万、K は最大100万、制限時間2秒。急に本格的になったね。とりあえず輪っかなのが嫌な感じで、直線にしてみるよ。この時は、左端から休憩所までの距離を計算すると、それの引き算で距離がわかるから、左端からの距離を K で割った余りが同じペアを数えれば OK。それぞれの余りが何回出るか数えろってとこだな。で、輪っかに戻ると、2周すれば大体同じだと思うよ。1周以上する場合を省く必要があるけどな。もし累積輪が初めてなら、まずは他の問題で慣れた方がいい。問題 E。長さ N の数列 A がある。A1 を A2 で、A2 を A3 で、A3 を A3 で同時に置き換える。といった操作を考える。整数 K が与えられるので、操作を K 回繰り返した結果を出力しろ。N は最大20万、K は最大10の18乗。こういう同じ操作の連打にはお決まりのやり方があって、操作を合体して2回分の操作を作って、2回分の操作を合体して4回分の操作を作って、8回分、16回分、って倍々にしてけばすぐ終わるね。2の累乗回じゃなくても、適当に組み合わせればいい。今回は1次元配列だったが、整数や行列にも適用されるぜ。ご視聴ありがとうございました。